日本中部地方と山県西都並郡と山県西都並郡の範囲西都並郡はかつて富山県にあった群。1896年に行政区画として発足した当時の軍域は概ね以下の区域に相当する。越中国の南西部全域を占めていた都並郡が1896年の軍政志向の際に当時の政治家。 上野安太郎によって、西都並郡と東都並郡とに分けられたものである。軍役所は、伊劣町に置かれた。1、伊劣町に、宮島村さん。 小鍋村4、南谷村5、羽生村6、南谷谷村7、北谷谷村8、東谷谷村9、矢部羽村10、石黒村11、西野尻村12、福光町13、西太志三村14、広瀬村15、広瀬立村16、太志三山村17、東太志三村18、吉江村19、東石黒村20、 豊出町町21、須沢町22、水島村23、高須村24、高波村25、林村26、大護村27、絶古村28、小勢村29、福田村30。 東五井村31、縦野村32、福岡町33、三王村34、清徳村35、大滝村36、松沢村37、若林村38、荒川村39、西五井村40.5位、山村41、石帝村42、赤丸村43、国吉村。ありがとうございます。